ようございます。新外実践3日目、朝からまた抽選受けに来ております。メガカスのヤーマンです。抽選の結果5番5番ということで、本日は新台導入集からあまり導入がなく、もうすでに激レア台、もしくは先行導入、いろんなことを考えられる新台、北電子さんのキングクリエイター、マイフラワーっぽい感じでもあるし、花々っぽい感じでもあるし、ジャグラーっぽい感じでもあるのかもしれない、そんな台だと僕は思っております。ちなみにジャグラーより前に、初代かわからないんですけれども導入されていたという話を聞いているんですけれども、私は実際に見たことありません。こういう謎めいて導入が少ない台には何かあるんじゃないか、爆連機能、謎の信頼、裏がいっちゃう、わからないですけれども、今日はとりあえず新台3日目高設定狙いで新台キングクリエイターに臨んでいきたいと思います。応援よろしくお願いします。さあ、キングクリエイター無事取れました。島に僕だけです。こんな感じのもじってるグラフもありつつ、落ちてる、結構甘く使ってそうなイメージ。ただ昨日1台高設定っぽい台ありまして、4000枚出てます。据え置き狙いか上げ狙いか悩んだんですけど、高設定っぽいけど昨日出なかった台が1台ありました。この台むちゃくちゃ回してるんですけど、レギュラーで負けたんじゃないかなと、上げ狙いで打っていきたいと思います。約実践時間5時間から8時間ぐらいを予定しております。入金、あ、この台ここが光るか中が光るか、マイフラワーみたいな感じ、さらにプレミアムな感じのこっちもあるようです。さらにモード、マイフラワーと一緒に3つ選べるみたいな。ちょっと僕で気になってたんですよね、このユニコーンエマのノクターンが流れる台にもついてますよね。ちょっと裏返りそうでワクワクしますね。仕方なんですけど、バーを狙ってプラムが揃ってきたらプラムを揃える、そういった流れになります。でチェリープラムの同時抽選もあるようです。プラムが10枚薬になってますので取りこぼすと結構でかい、だからちょっと花々っぽい要素も入っているような感じでしょうか。ちなみにこのドルマーク、ここにもドルマークあるんですが、ドルマークが揃っても多分リーチ目、チャンス目的なリーチ目的なものもあるんですが、7割方先告知になっております。どんな光か早く見たい。本日も応援よろしくお願いします。1000円で30回転、タイミングに光りました。なんかむちゃくちゃいい音しましたよ、ハープ音みたいな。74000円です。あ、4000円です。中押し、これでもドルマークとかないと思うんで、ビッグスタートでお願いします。 OK、 美しい、これ真ん中のドル綺麗だね。パネルフラッシュとかはなかったですね。あるかわからんけど、ここからなんですよ、この謎の小数台、こういう台に限って謎の連チャン、裏チックな連チャンをする時があるじゃないですか。わかんないですけど、ミニソーレの時もなんかいろいろありました。それを今日検証したいんでワクワクします。謎の連チャンお願いします。1ゲーム連はなし。ちょっと、ね、僕の中ではゾーンがありまして、あ、32ゲーム128、これがね一つの連チャンだと思ってます。ちなみにメーカー北電子さんなんですが、昔アポロンっていう5連の連チャンモード搭載してるやつありましたから、ね、ワクワクするね、そういう昔のタイム知ってると。初チェ
ェリー、これレンチェリーとかないのかな、わからないですが、とりあえずタンチェリー、これでも同時抽選があって、チェリープラムの場合は後告知のみです。さあ初チェリーは吐きからず、やっぱりあるぞ。27回転32ゲーム以内モード入ったかも知らんけど、ビッグ確定。おそらく花々のこれ中段と同じような形じゃないでしょうか。で、滑ったんだけど、チェリー狙ってみます。俺絶対狙ったんだけどな。ちなみになんですが、これ1枚掛けでいきます。美しいひし形ビッグ2連目、めちゃくちゃ綺麗だね。ドル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 、僕の脳内で一緒だよ。なのでもうビッグ2連にスタートラップパンパンです。シゲブレッチャンスなし。さあオカルトにはなりますが、32ゲーム過ぎてしまいました。残念、光らず128抜けてしまいました。勝手にオカルト128、ただまだ設定6の数値なんで速攻していないと思います。162、今解析を調べていたらとんでもないことが起きました。中段チェリーとんでもない音したんだけど、とんでもない確率だったらやだな。お、見てください皆さん、ヤシの実ランプのレインボー。中段チェリーから全消灯、これ始まってんだ。ビッグしか来ない、ありがとう。今回はチェリー狙ってるぞ。お、絶対に滑ったよ今。リプレイもあんのかな。リプレイか。さあまた2連で終了。設定6だ。やっと滑って、これ絶対にプラム、ようやくプラム来ました。プラムの時はこの塊7を避けて打つ、避けて狙えばこれで10枚で、ここでボタンを押して反応がなければ重複してる、重複はなし。これでちょっとやっと取れました。さあここで初の200ハマり、ここで変速打ちできるかどうかやってみたいです。ガムを取りこぼさないためにはバーを狙うしか中押しの場合はない。右押しの場合だと赤7とバーを避けて狙わなきゃいけないので、このジャグラーとかでの王道の赤7バー狙い、これはできないんじゃないかな。これを出したいんだけど、これを押しちゃうとプラムこぼすんじゃね。プラムこぼし覚悟で私ちょっと実験してみますんで、まずは中押しから7割さっき告知したんで、変速押しをする意味があるのかって言われたらわからないですが、
もちろんさできたらプラムなんじゃないかなと。これでプラムなんじゃない？違う。なるほど、オレンジ。なるほど、これが上段に止まって中段にリップの場合はチェリーで、これでチャンスだ。光って光らず、なかなか高橋も面白いかもしれない。これチェリーではない。チェリー濃厚めではないと。もしかしたらチェリーこぼすかな。中段バー狙っていいですか。単独、まあ、間違いなく先に光ってるのは単独だと思うんですけど、200リーグですよ。レギュラー、レギュラーでは光らず100枚です。またレンチャー頼む。多分僕の予想ですが、これで外れても当たりだと思う。154、やっぱり結構軽い。もう1回だけ中押させてください。でドルマークで多分並ぶはず。やっぱりこれがやっぱりリーチ目なんだね。ここがこのバーだったら意味がない。バーじゃな、ドルじゃないんで。さあ、さっきこれでレギュラーだったが、いやーどうだ。はい、 OK。 中押しでバー中台止まりました。この出目は初めて。違う、バーが中段に止まるとプラムなんだ。バー中段の場合はプラムと。これですごいストレスフリーに打つことができます。してるんですが、これが動くってことはない。なるほど、納得。おっ、おっ、おお、187。これあえて外してドル箱、ドルが揃う。でこの後どう光るか。あ、普通に光るんだね。でもプレミアなんで、22回転ゾロ目だったら結構あるじゃん。さあ、先ペカ122。ドル箱に移したのにこうなるんです。これ A タイプあるある。だからあんま移したくないっていうね。今日1ハマり277。いやー、これ滑ったピークが良かった。レンチャン頼む。待ってました。67ゲーム。いやー、びっくりだ。めっちゃ滑ってる。38。いやー、滑った。レギュラー154。いやー、またレギュラー。ここまで約2000回
タイムで回して合算146分の1、データからすると設定4のあたりでしょうか。ずっとグラフをボジボジしておりまして、朝一も狂ったので、多分見せ割りずだと思うんですが、中間設定ぐらいなのかなというのを予想しております。現状持ちメダルが275回、レギュラー5回で、チェリーが7回、色が緑さんの黄色さんの青の回と、一番上ではなさそうだなと。で、1台だけ1700枚、午前中もう2時間くらい出てる台あるので、そっちがもしかしたら当たりかもしれない。とりあえず3000回転まで2時間ぐらいしか頑張っていきたいと思います。ここからずっと中押ししてたんですけど、右から押してみたいと思います。次なんですけど、これで鳴っちゃうとプラモンが動くんですよ。ただやっぱ北電車行ったらこれじゃないですか。ジャグラーもそうですけど、ちょっとプラモン度外視でこれ狙いでいきたいと思います。滑るで上の滑っちゃうんで、ここに7が止まらない。右打ちは全然ちょっと楽しめないか。いろいろ右打ち試したんですけど、右打ちちょっとダメっぽいですね。こぼすし面白くない感じでした。長押し楽しんだら長押しかもしれないけど、先が口が多い。高速性が見つかりました。やっと光りました。よし、したんですよ。揃った時の音したね。つまりピック、ということは裏ボタンありました。やっとリーチできた。めちゃくちゃハマりました。まだ間に合ってる。120ビッグで、よし、残り150万、まだいける。ギリギリ繋がった。残り90万、止まんない目押し。あっという間に飲まれた。あと90枚、あと44枚、これでラスト。結局約6しか打って全部飲まれた。ご視聴いただきありがとうございました。キングクリエイターいかがでしたでしょうか。打感的には花々とかマイフラワー系に近いんじゃないかなと思いますが、中押し、右押し、変速押しもしたんですが、リーチ目的なものとかを楽しむ系ではなかったですね。ジャグラの順押しをしているような、そんな感じの先告知ばかりで、もうアクロス系とかで出目が好きな自分からすると、ちょっと物足りなさを感じる。ちょっと単調に感じてしまう。ただもっとね、当たりを引けてれば、それでも楽しいんだろうなっていう風に感じました。僕の台も本当にミミズみたいな台で、まあ、設定2から4の間なんじゃないかな。もしくは下でも、ベースがかなり甘いのか、お店的に、まあ、信頼のね、3日目ということもありまして、
まあ、ベースを高く使っているのか正直ちょっとまだわからないんですけれども、こんな感じにね、もう両隣に僕挟まれたんですけど、ガッサがね100E台だと100分の1切るか110分の1ぐらいまででとどまってて、なので僕はその両隣に囲まれてですね、ずっとミミズを打ってたんで、完全に朝一僕だけだったのに打ったのが、もう今前代満席になりまして、完全に台選びをミスったなと。ということで本日も結果なんですけれども、投資が4000円、最後粘りに粘って全のまでと。ただね、本当に甘いんだろうなっていう風に感じましたんで、ぜひ A タイプ好きでハナハナとかジャグラーが好きな方は打ってみてはいかがでしょうか。個人的にはまあ、もう一回高設定は打ってみたいなっていう思えるぐらい楽しかったです。集団チェリーの確率がいくつぐらいだったのか知りたかったのと、あともうちょっとねレア系な演出見たかったですね。まあ、中間設定ということで、まあ、この時間にやめてしまいましたけれども、今度ね高設定全突破しろよと思う方は、まあ、あんまいないかもしれないですけど、チャンネル登録と高評価コメントぜひよろしくお願いいたします。ちなみに僕朝まで、ね、この台なんかこう謎の台だったんで、裏返る挙動とかあるんじゃねえかなとか勝手に思ってたんですけど、そういう連打はあるんだけど、5000枚一気に出ますとかいうのは多分なさそうですね。出て1500枚ぐらいブワッて出て、でそこでちょっと揉んでまた1500枚ぐらいバッて出るみたいなイメージなので、普通の A タイプだと思います。それではまたバイバイ。最後に今週の結果をどうぞ。